はいさーい。いやー皆さんお久しぶりでございます。本日はですねこちらじゃん、サムスンから新発売の Galaxy S25G という、端末でございます。最近ね僕ほんとスマホにハマってて、撮影自体映像とかスマホでもしますし、あとはNetflix とか YouTube とか見るのもほとんどもうスマホでやってるんですよね。でそういった観点から見るとね、こちらの Galaxy S25G もうすでに巷では話題になっておりますけれども、本当に素晴らしい性能なんですよ。で本日はこちらの機種がどうすごいのかっていうのを主に撮影性能を中心にですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。ということでね、本日はこちらの Galaxy S25G を使ってビデオブログを撮ってきたんですよね。いやこのねビデオブログの映像がもう本当に素晴らしくて、皆さんに見てほしい。でそのビデオブログを見てもらった後にしっかりとね端末について解説していきたいと思いますので、まずはこちらの Galaxy S25G で撮った映像をご覧ください。いやー美味しかったね。もう俺たちの超おすすめの行きつけカリフキッチン ね、みんなも行ってほしい。しかし天気気持ちいいな。今日はほんといい天気だし、気温もちょうどいいし、うん、最高の沖縄ですよこれ。最高。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いやーさすがね、ギャラクシーの主力製品の S シリーズの最新作だなって感じのね、素晴らしい映像だったんじゃないかと思います。今見ていただいたビデオブログの中からこう各シーンを切り取って、ここではどういう機能を使ったよとか、ここではこういう機能がすごかったよっていうのを今からねちょっと解説していきたいと思います。まずね、手ブレです。これ圧倒的に手ブレが少なかったと思いませんか。なんとねこれジンバル使ってないんですよね。ちょっとこのシーン見てみてください。まあこんな感じでね、もう本当になんていうのかな、ジンバル使ったんじゃないかなって疑いたくなるようなね、これがスーパー手ブレ補正っていう機能なんですけれども、 Galaxy S25G の中ではかなり推しの機能の一つになってるんですね。それからね、今のビデオブログの中では使わなかった機能なんですけど、30倍ズームっていうのが可能になってまして、まあこちら見ていただければね分かると思うんですけれども、こう遠くに飛行機があってね、それに対してズイーって寄っていくっていうシーンなんですけどね、本当に遠くの飛行機もねしっかり映すことができました。で今のはビデオブログだったので写真の性能っていうのは分からなかったと思うんですけれども、写真の性能もねかなりすごいものがあって、スマホで暗い時に撮るとね結構やっぱ暗所ノイズが乗るっていう印象皆さん強いかと思うんですよね。でこの Galaxy S25G にはねナイトモードっていうのが搭載されていて、まあ、これもね口で言うよりも見てもらった方が早いんですよ。これまずねナイトモードがない、スマホで撮ったものがこちらですね。で続いて Galaxy S25G で撮ったものがこちらです。見てくださいこれ、かなりの差があるかなと思います。やっぱりねナイトモードっていう、こう夜でもね綺麗に撮れるよっていう歌ってるだけはあるなというふうに思いました。結構ねこういうのって今までのスマホにもナイトモードみたいなのいくつかついてるものあるんですけれども、やっぱりねこうおまけ程度の機能だなっていうものも正直なところほとんどだったんですよね。でこの Galaxy S25G に関して言えば、今見ていただいたらもう分かったと思うんですけど、本当に実用レベルのナイトモードっていう感じです。これはねはっきり言ってちょっとびっくりしました。まずこのソフト処理が優秀っていうのは当たり前のことなんですけれども、なんとねセンサーサイズも従来型のものよりもかなり大きくなってるみたいなんですね。で写真詳しい人なんかわかると思うんですけど、やっぱセンサーサイズが大きくなったらそれだけノイズが乗りにくくなりますし、背景をぼかした撮影なんかもできますから、本当に恩恵大きいですよね。この映像なんかを見ていただくとね、センサーサイズが大きくなったメリットっていうのもすごくわかると思います。ボケがね出るんですよ、スマホなのにですよ。これはねすごいなと思いました。
で、この機種ってね、本当に未来を見据えてるなっていうのが機種名からも分かるんですよ。機種名の後ろに 5G ってついてますよね。これ何かっていうと、回線の話なんですけれども、今僕たちが使っているものって 4G 回線っていうものなんですよね。で、これが 5G 回線っていうものになったらですね、単純にものすごく回線の速度が速くなるんですよね。ということは、YouTube とかを見るのもすごくサクサク見れますし、ライブ動画なんか配信するときも高品質なものになるんですよね。アップロードとかダウンロードとかっていうののスピードも速くなりますし、そういった回線に対応してるっていう機種になってるんですね。で、もう一つ、未来を見据えてるなって思ったポイントがありまして、8K 撮影にね、対応してるんですよ。で、家電量販店なんかも行くとわかると思うんですけど、もう 8K 見れるテレビって出てきてるんですよ。そういったものにもうすでに対応する、撮影の能力を有しているスマホっていうことでね、これはすごいと思います。ちなみに今回撮ったビデオブログに関してはね、8K ではないんですね。YouTube 自体が 8K に対応してないっていうのがありますから、撮ってもそんなに意味がないかなっていうところで今回は撮ってないです。ただね、解像度っていうのはものすごいものがありますから、一度皆さんも 8K の撮影っていうのを体験してみてほしいなって僕は思いますね。で、それからもう一つすごいのがですね、画面がね、大画面の有機 EL ディスプレイになってるんですよね。まあ、これどういうことかっていうと、単純に目が疲れない、そして色の発色がすごく綺麗、で、明るいところでも画面が見やすいっていう風にね、もうメリットしかない、そういう画面なんですよね。この画面がね、有機 EL ディスプレイっていうだけじゃなくて、こうベゼルって言って画面の外の枠ですね。この部分がね、すっごい少ないんですよ。ちょっと見てもらいますね。はい、これうちの番組なんですけどね、見てください、これ。もうほとんどこの枠がないですよね。ベゼルが本当に薄くてですね、だから機種の大きさ最大限まで画面を活かすことができているので、本当に大画面でこういったコンテンツを見ることができるっていうところで、かなりねいいですよ。でね、それからこれ見てください。こんなに薄いですよね。こんなに薄いにもかかわらず、この中に大容量バッテリーが入ってるんですよね。これはね、外で YouTube とかよく見る人にとってはめちゃくちゃ安心。スマホの使用頻度が高い人でも、こんだけの大容量のバッテリーが入ってたら、一日中安心して使うことができますよね。ということでですね、次世代のハイスタンダードになりうる、そういう機能をたくさん兼ね備えてるんですよね。だからね、これを買っとけば、もうほんとしばらく向こう何年安心して使えるのかなっていうふうに思いますね。僕なんかはね、自分で映像編集するのが好きなんで、今回使ってない機能なんですけれども、動画と写真を同時自動生成、そして加工してくれるシングルテイクっていう機能も入ってるんですよね。これはね、実は地味に便利な機能で、ほら、旅行先なんかに行ってもさ、こう、動画とか写真とか素材だけ撮ってね、貯めるだけ貯めて結局見返しもしないみたいな状態になるじゃないですか。そういうのをこのスマホが自動で生成して加工してくれて繋げてくれるわけなので、こう思い出なんかをね、楽に綺麗に編集することができちゃうんですよ。スマホ任せでね。これはね、特に女子とかにはかなり嬉しい機能なんじゃないかなと思いますよ。特に女性なんかだと、ほら、旅先行くときなんて荷物も多いですし、あとは、カバンってちっちゃいですよね、女性の。ああいうものにもね、こうカメラ入れるって大変だと思うんですけれども、もうこのスマホ一つスポット入れとけば、これがもうカメラ代わりにもなるし、パソコン代わりにもなるし、もう便利。本当に便利。で、男性からしたらね、本当に目がキラキラするような機能がたくさん詰まってたかと思います。簡単におしゃれな動画を撮りたいっていう層にもおすすめできますし、それからね、本格的な映像を撮りたいっていう層にもおすすめできるっていうね、かなり珍しいタイプの、もう本当に何でもいけるオールラウンダーなスマホだと僕は思いました。さっきも言ったんですけどね、僕は地味にね、Netflix とか YouTube とかめちゃくちゃ見るんで、そういうものを本当に綺麗な画面で見れるっていうのもね、それだけでも幸せなもんです。それからですよ、皆さん、ここからが重要ですから。最近ね、Bluetooth のイヤホンって流行ってますよね。でもね、結構値段するんですよ。もう何万円単位みたいなね。今回こちらの Galaxy S25G 予約購入特典として、こちらの Bluetooth イヤホンが、なんと、ついてくるんですよ。これはめちゃくちゃありがたいですよね。このイヤホンに Galaxy という名が付いている通り、Galaxy との相性はもちろん抜群で、純正ですのでシームレスな連携もできて、当然音質も高音質でございます。それからね、期間中に Galaxy から申し込みいただくと、YouTube プレミアがなんと4ヶ月無料になるっていうね、もうかなりね、これだけでもすごくすごいのに、特典もかなり満載なんですよね、今回。まあそういった点も含めて今回ぜひ紹介しておきたいなっていうところで、提供を受けることに決めました。ぜひ皆さんね、もう漏れのないようにしっかりと予約購入してみてください。それでは、さようなら。